はい、こんにちは、グリードです。COD のランクの方が始まりました。ルールはいつも通りコールオブデューティーリーグっていう世界大会の競技ルールを採用してのランクプレイです。サーチ&デストロイ、ハードポイント、コントロールですね。まあ今日はコントロールの動画になるんですけど、コントロールのルール説明どうですか、いりますかね。まあ簡単に説明すると、攻撃と防衛側に分かれてラウンド制の、ルールです。A 拠点、B 拠点の2拠点があるので、まあそれを攻撃したり防衛したりってする感じ。で、ライフが30ライフ、1チーム、1ラウンドね。だから有限、その無限にリスポーンすることができないっていうルールになります。で、今回はこの競技ルールのこのランクプレイをリアルタイムで解説しようかなと思います。実際に自分がプレイしながら、僕がどんなことを考えながらプレイしてるか、もう全部話す。結構無理あるかもしれないけど、分かってる。プレイしながらそんなことできるのかって思いますよね。僕もできるか分からないですけど、ちょっとやってみようかなと思います。はい、というわけでやっていきましょう。ハイライズコントロールですね。さあ、まずは、まあ、防衛スタート。まあ、基本的に防衛側が有利とされるので、まず防衛側でしっかりと、勝っていきたいところですね。1枚 A に乗ってるから、これ早めに倒したいけど、1がちょっと悪いかな。2枚目乗ってたのか？どうだろう、やれるかな？3枚やる。でもうすぐ来てると思うからしっかり構えてね。でもう最初に倒した人が湧いてると思うので、コントローリングにおいて、まあ、防衛側ねにおいて一番嫌なことはとにかくリスチに、押し込められることだね。なのでとにかく前に押さないといけない。前線をとにかく上げるので、あんまりこう自立で停滞しちゃうっていうことは避けたいですね。可能な限り上がれるときはどんどん前に上がっていきたい。ナイスカバー？ちょっと僕今の打ち合いすぎたね。ね、4対4なので、とにかく1ライフがね、重要度が大きいです。1ですの重要度が大きい。で、しかもコントロールはライフが有限なので、無駄死にということは、なるべく避けたい。さあ、敵 A だね。僕は1枚削ったから3枚乗ってる可能性があるね。1枚自立。手前はやれる。けど、おっと B もやれたけど、ちょっと厳しいかな。残りちょっと味方に任せて前線上げておこうか。ちょっと。ね。これ喋りながらやるの無理だわ。難しすぎるわ。来ない。ああ、よしよしよし。まあ今みたいに僕がこう、センターラインより奥に上がったじゃないですか。で、そこでやられることによって、敵が、こう、エリアまで行く時間っていうのが生まれるから、なんか、飛んでったな。ね。時間を稼ぐことができるね。これで、例えば、B ポで守ってたら、そこで死んだらさ、もう、すぐ敵がエリアにいる状態じゃないですか。だから、非常に防衛としては不利だよね。なので、とにかく、前に上がる。防衛側、とにかくプッシュです。もうシンプルですね。まあ、テキリスまで行ったら、例えばこう、角待ちしたりとか、ね、ちょっと隠れるようなポジションも使ったり、ね、そこは、またちょっとひねったようなプレイを挟むと、すごく効いたりしますね。さあ、防衛が終わって、攻守交代で、まあ、A サイド、B サイド、まあ、攻め側だね。で、攻め側はとにかく、時間がないので、1分半しかありません。まあ、ポイントを1つ取れば、例えば A 拠点制圧すれば、まあ、時間がプラスされるので、余裕が生まれるんだけど、なるべく、この1分半の間にどっちかの拠点を素早く取らないといけない。さあ、まず1枚 B ポに1枚いるね。ちょっとやり損ねちゃったので、B、A のカバーしようか。一旦 A 狙うっていう形にしましょうかね、これはね。 OK、 ここまで入れた。味方がしっかりとほら、前線まで上がってるね。で、多分、おー、これ敵のカバー早かったね。味方 A 取ってくれて、ちょっと A の枚数多いかなっていう感じ。さあ、センターラインは大丈夫。上カットして。で、味方が右でやられたから、ちょっと右覗いてみて。1枚削る。2ダウンしましたね。で、2ダウンしたので、ここでしっかり前に上がる。前線上がる。で、今、A ポで赤点出てるから、それしっかり倒して。あー、それ頭だったのか。結構敵の圧力強いね、これ。まあ、こういう時、辛い時、同じような攻め方をずっとしてたら、まあ、敵からしても分かりやすいし、ね、頭を使ってないプレイなので非常に良くない。なので、ちょっとやり方変えていきましょうか。例えば左レーン使ったりとか。ちょっとクソイム。削って。
なんか爆発で1枚削ったな。もう1枚やって、もう1枚やって、いいよ、前線高いよ、このポジション。あー、あそこ強いんだけどね、ちょっと遅かったね、入るのがね。結構前は押せてるんですけども、時間が結構ない。どうだろう、ちょっと時間がないね、急がないと。とりあえず B 乗らないといけないかな、これは。あー、 A 乗ってくれるかな、どうだろう。おー、いいねいいねいいね、味方が上がってくれてる。もうここまで来たら味方が B 取って、多分 B 間に合わないなこれ。なので敵が B に防衛行くと踏んでこっちに乗っちゃう。ブラボーやられたか。 OK、 2段、あと戦隊1枚、これ味方倒していきたい。 OK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  で、こっちもうライフがないのでデスは避けたいですね。まず1枚、敵はあと残りライフ6、まだ正面から湧いてくるはず。そしたら 2v6 か、40秒。いやまあこれはしゃあないね。いやちょっと待って、エイムが悪すぎるな。さあ防衛サイドだね。ちょっと今グレはミスりました。右は当たらないかな。おお、なるほどなるほど。どっちかっていうと A 攻めの可能性ありますねこれね。 OK、 ワンダウン。いやーこれ敵 A と B どっちも来てるし、前線高いし非常に強いね。どうしようかな、あの上まずやるじゃん。とりあえず倒せるとこから倒していこう。 OK、 2ダウン2ダウン。あと A と B1 枚ずつかな。これで A やってくれたら3ダウン取れる。 OK、 残り B ラストね。 B 止められるかな、間に合うかな。さあここでちょっと敵の読み方だね、敵がどう動いてくるか。そうだな、たまにそうだ、地下あんまり使ってきてないから、そろそろ地下使うかもしれないので一旦地下見てみて。いない、左レーンかな、トロフィー焚いて。おっと味方が右でやられました。ロングかな、うん、B 入りましたね。この辺にはいない、ちょっと危ないけどちょっと覗いてみようか。で僕の右に上にいるらしい。いやー降りてきたか。本当はこの味方がちょっと A サイドに寄りすぎてる感じはあるね今。まあ B が落ちてしまって残り1分半敵に追加されてしまいましたね。ってなってくると、敵の方が若干、まあ有利。多分ね、削ってくるんじゃないかなと思うんだよね。まあ時間に有利なほど、まあライフを削るような動きをするっていうのが結構コントロールだと定番の動き方だから、まあエリアに入らず、殺しに来ると思うんですよ。なので、湧いた瞬間、周りチェックだね。OKOK。でも味方もキルしてくれてるから、だいぶ、リカバリーは効いたかな。さあ、正面。どこ一枚？おー、お？どっから倒せた今。やった。触ってる。今何段？あ、一番重要なの忘れてました。ダウン数ね。敵のダウン数を読むこと。数えることだね。非常に重要です。ね。1枚削るだけで4対3になるから、今何人エリア上にいるかを確認するのは本当大事。これ一番重要でしたけど、言ってなかったね。一番重要です。さあ、ライフが、消えました。4v2 か。OK、ナイス。ラスト？ジリス側かな？ OK。一番重要なの言い忘れてたね。さあ、攻撃サイドですね。まず、上の通ってみようか。めっちゃ被ってるけど、あー、ちょ。味方に押されてしまって、今左に見えたね。あれは行かせたくないな。OK、ワンダウン。この赤点は、ヘリポ上だね。でもヘリポ上やってくれたのかな？多分。どうだろう、ちょっとわからないな。さあ B は取りましたけど、 B 倒す。さあこれでそうだな、そろそろこの辺取ると左、その辺左と正面出てくると思うんだけど、まだ来るかな。削って、これ無理な打ち合いしたくないね。
味方が削っただろうなっていうタイミングで顔出して、ワンションになったら顔引っ込める。おーっと、いるんやん。味方いるいるいる、手前いるよ。気づいてないのかな。さあ、B は2拠点までは取ったから、2ゲージまで。で、B ポにいるね、あれ。1枚。OK。削ったの、ダメージ削られちゃったから、ここはあんま顔出したくないね。しっかりと回復してから行こう。今、B に入ったの見えたから、これ急いでやろう。今、2ダウン取ってるから、この人は孤立してるはず。OK。まあまあ、カバー来ちゃったけど、ひとまず、ダウン数は取れてるから、A までは上がれるはずなんだけど、ちょっと味方上がれてないね。さあ、ちょっと時間がなくなってきましたね。一旦そうだな。外周。ああちょおい、何してんじゃんもう、何してんやばい、これ自立上がられてるから、近く注意。やばい、時間がないぞ。時間がない、時間がない。味方が B 行ってるね。これ、両サイド攻めやってみるか。いや、今の負けるか。これ、急いで B、センター、A から B 行く敵を妨害したいから、センター見ようか。ちょっと間に合わなかったかな。やられちゃったか。どこいる。カバーして。あ、ごめん、カバー。いやー、マジか。TK 入っちゃったか。かぶっちゃったね。いやー、ほほほ、長引くね。僕が B で連続キルしてる間、正直、多分連携取れてれば勝ってましたね。B 取って、A 取って、もう勝ってたんだけど、まあ、ちょっと連携が合わなかったかな。まあ、ソロでやる場合はもうしゃあないね。ここは割り切るしかないです。文句があるならパーティー組むしかないね。さあ、まずちょっとセンターから見て、A 側に何枚行くか見ましょうか。A そんなにいないそうな感じするね。どうだろう。うわぁ、上がってきたか。の、結構気づいてるから、見方、カバーできそうだね。やったかな、やったかな、ナイス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 。オッケー、2弾入りました、これで。おー、結構上がってきてるね。どうだろう、これ、守れるかな。危ない危ない危ない。ちょっと、手前フラグ転がしておいて、味方が A 行ってるから A のカバーしようか。危ない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 。トロフィー焚いてあげよう。で、2枚で乗って、今1枚切ってたね。これ一緒に撃とう。いやーこれ、いやーリロードが間に合ってないな。そうだね。本来だったら、今 A 拠点に停滞しちゃったけど、A より前に詰めたかったね。ダウン数も取ったし。ちょっと前線が薄い、薄いというか低いな、うちらチーム。ひとまず B 狙いましょうか、一回ね。ナイス。ただ、B が残り1ゲージで、うちらが狙うことも敵が予想してる可能性があるから、結構危ないと思うんだよね。お、え、うん、負けた、今の。あ、でも B 取れたね。ナイス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 。OK。1分半追加ですね、これで。結構これで余裕ができたから、A じゃないところ使いたい感じがあるね。こう、時間に余裕があるのに、バカ将棋時期にエリアに行ってもちょっともったいないから、左使おう。まあもちろん、毎回このパターンっていうわけじゃないけど。おお、こっち見てきたか。ただ今のでバレちゃったね。おお、いるんかい、そこまだ。いや、でも、これで多分乗れてるんじゃないかな？うん。敵がわざわざ僕の方までカバーに来たってことはエリアが薄いはず。オッケー、3ダウン入った。それでラストかな。危ない危ない危ない。さあ、3人います。最初に死んだ3人が湧いてきてるはずなんだけど、近っ！敵のライフは残り7。こっち9。やばいな、これ。自立来てるな。危ない危ない危ない。もうこれエリア取るっていうより、敵のライフなくした方が早いかもしれない。そうだね。あと3人。もう敵リスポーンできないです。オッケーオッケーオッケー。うわ、マジか、そっちか。残り3人でしょ、まだ。あれ、ラストかな。ラスト。
あれ来ない来ないんかい。はい、というわけで今日はリアルタイムで自分が考えてることを喋りながら、撮ってみましたけど、ちょっと無理があるかな。無理があるかもしれないな。まあでも普通にプレイするよりはちょっと面白いかなと思ったんですけどね。まあ、様子見て第2弾やりたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。トンネル、あー上だこれ、あぶね。これ顔出しちゃダメだね。削って一旦下がって味方倒して撃つ。オッケー、もう一回行こうか。オッケー、今のいいね。これよこれよ、これが COD スポーツよ。今の正しい COD スポーツやったね今のは。 No, the two spawn door, two spawn door. He's running down the garage right now. Two spawn door. There's only like one on here. ナイスカバー。あー、めっちゃいいスポーツしてるわこれ。What's up, Oh my god.